こんにちは、ハッチライダーです。今日は秋吉台のカルスト台地に行きたいと思います。来週から雪がパラつくそうなので、まあ、そうなってくるといくらヒーテックがあってもバイクには乗れなくなってしまうので、まあ、その前に今回も一人のツーリングになります。今から山陽道高速道路に乗っていきます。今日も安全運転で行きたいと思います。なんか曇りの予報だったのにめちゃくちゃいい天気になりました。ああ本当嬉しい。秋吉台の方も天気がいいといいな。ヤッホーヤッホーヤッホー、今日はヤッホーがいっぱい出るかも。山陽道、こっちですね。無事合流できました。このままナビの通りに安全運転で進んでいきたいと思います。左を走る鯖川がめちゃくちゃ綺麗です。いつかこの鯖川沿いも走ってみたいな。今山陽道をずっと走ってきたんですが、高速道路ずっと走っていて寒くなっちゃったので、この水戸のサービスエリアに行ってヒーテックの準備をしたいと思います。ヒーテックは最高です。そして合流と、よし OK。 じゃあ引き続きあったかポカポカで運転していきましょう。よし、ここで高速を降ります。なんか降りたら割とすぐだったような気もしなくもないけど、どうだったかな。でもあれか、あと13分って書いてあるから、まあすぐか。曇ってるかな。晴れたらいいな。左に行ったら秋吉台か。よしよし、 OKOK。二輪ボタン押さなきゃいけない感じ？マジか。うわ、ヒーテックが。押すか。初めて押した。初めて押しましたよ。怖いなこれ。嫌なんだけど。しかもまたこっちつけなきゃいけないし。急げ急げ。よいしょ。はあ、怖い。よし行きましょう。二輪ボタンとヒーテックって本当に相性が悪い。
ちょっとそういうのもね、想定して運転しないとな。さあ、怖かった。あ、でもちょっと日があれですね、多分わーいちょっと日が差してたかな。差してるといいんですけど。ここをまっすぐですね。信号も青ですね。当たり前ですね。はい、カルストロードに入りました。まだカルスト感はないんですけど、まあとりあえず落ち葉とかに注意しながら、あの絶景を待ちたいと思います。カルストローって多分何人もの人が歌っただろうな。いい感じになってきたかな、これは。あ、左行ったら秋吉堂か。なんか秋芳堂っていう人と秋吉堂っていう人がいるけど、どっちが正しいんでしょうね。山道怖い、草が怖い。あれ、展望台ちょっと間違えたかな。カルストロード行きたかったんだけどな。とりあえず駐車場に止めて U ターンしないと、ここじゃ開けちゃうからな。でもやばいやばいぞ。うわー、ちょっとちょっと、でもあそこ走りたいんですけど、どうやって行くんでしょうか。怖っ。秋の秋吉台もう綺麗ですね、とっても。